1月11日水曜日、なんと2023年一発目の生放送でございます。しかもね、うん、あ、言うか、せーの、明けましておめでとうございます。はい、そんなね、一並びでとっても演技のいいスタートの日ですね、うんうん、確かに。明けおめ、明けおめ、一発目はワンワンワンという素敵な日です。あ、一だからね。そんな1月11日はマカロニサラダの日らしいです。マカロニサラダが主役で、どこにマカロニサラダがあるんですか。どこがって思った君、1がマカロニの形に似ているからなのと、サラダが3文字だからだそうです。全然ピンとこないよ。マカロニ無理やりですね。なるほど。11月11日じゃダメなんだって。だから、3文字、サラダが3文字だから、111。ね。なるほど。どういうことだよっていうね。1がマカロニの形に似ている。なるほど。サラダ食べますか？食べないです。食べない。あ、でも、うん、あの、わかめサラダ食べれる。あら。へぇ、それはサラダじゃないか。そう。いや、サラダよ。うん、野菜は食べれないけど、わかめサラダは食べれる。なるほどね。うん、確かに、わかめうまいよな、うん。海藻食べれる。あれは、うん、サイゼのさ、小エビのサラダ。うん、あ、それは食べれる。美味しいよね、うん。あれはドレッシングがうまい。海鮮系が好きなの、うん、そう。エビが入ってる。なるほどね。マカロニサラダとかじゃ食べないってこと？食べるよ。食べる。ほう、このサラダが好き。マカロニもエビみたいなもん。わかったわかった。じゃあ、野菜がメインじゃダメってこと？あ、そういうこと。ね、そういうこと。なんとかサラダだったらいいってこと？そうそうそう。そうやな。シーザーサラダ。やだ。やだ。あとなんだっけ。昆布？昆布サラダ。昆布サラダ。昆布サラダ。それは面白い。だって名前が好きだから。美味しい、美味しくないの。また別に何？面白い。面白い。昆布っていうのが面白い。ああ、そう。わかるわかる。みんなは食べるサラダ。サラダ好きよ、大好き。大好きよ。サラダ大好き。大好き。いや、うん。夢か、私の前で。大好き。私がスティックサラダ、うん、スティックサラダ食べてたらゲボ入ってる。いや、盛りすぎ。全然入ってない。いやいやいや、美味しいよ、好きだよ。うん、だけど。ピーマン食べれないじゃん。いやいやいや、子供おーい、クソガキとか言うな。クソガキとか言うな。ピーマンさ、生でさ、おかしいじゃん、あれさ。意味やか。くっつさ。思い出しただけで美味しくない。それはさ、ないないさ、うんうん、生でさ、こうやって食ってたからさ、なんかマヨネーズみたいなのディップして。うまいよ、それが。何、ね、うん、無理なんだけど、ああいうスティックサラダはもうほんとキュウリだけでいいから。あ、キュウリはいいな。全部キュウリにしてほしい、うんうんうん。なんで人参とかさ、うん、大根とかさ、生で入れちゃうのかなと思う。色合いじゃない？生で面白いから。ねえ。いいの、面白さは。うん。まあでも好きよ。ドレッシング？かぶって。やば。ハモリ別だもんね、ここで。今の時間に。そう、昨日の夜から来てました。この時間に。8時3分の50秒で、絶対言うぞって。よかったね。ドレッシング決まったね。何味が好き？うん。でも私、和風なのが好き、やっぱり。うん、あ、玉ねぎのさ、やつあるじゃん。一緒。あれうまい。玉ねぎね、美味しいよね。あれうまい。確かに確かに。なんかしかも、さっぱりしてる方が好きなんだね、じゃあ。わかる。二人ともさ、そうだよ。玉ねぎ。玉ねぎ、和風系が好き。なんかさ、人参の知ってる？何、人参の。知ってる？美味しいよね。美味しい。そう、なんか野菜ドレッシングで、玉ねぎじゃなくて、人参風味みたいなのがあって、それが好きよ。美味しいよ。でもやっぱ圧倒的ごまかな。あー、王道だよね。シーザーも好きだけど。うん、うん。あと、ほんとそう、サイゼの、あのドレッシングで。あれ、何なんだろうね。わかんない。あれ、何なんだろう。あれ、オレンジ。飲めるよね。あ、飲める。飲める。うまい。ナイさん。はい。ナイさんは？あ、私？あ、さっき玉ねぎって言っちゃったよ。待って、他の出せって感じ？いいよ。無理してる。醤油。適当じゃん。絞り出したじゃん。そういう、適当だよ。まあ、そうですね。健康に、サラダを食べると健康になりますから。あ、そうです、そうです。たくさん食べていきましょうね。はい。よろしくお願いします。はい。はい。では、元気よく、2023年一発目なんでね。はい。しっかりいきましょうね。はい。いきます。ピーキングストロベリー。はい、
ます。改めましてこんばんは、 ASP の夢かなあかなです。名前ないです。マチルダツインズです。ウォーカーツインズです。はい、2023年の最初はこの4人でお届けいたします。いいボイパイボイパイ臭い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 って落としたら臭い臭いって言っちゃった。はい、2023年始まりましたが、はい、ASP の最初は何ですか、うん、覚えてますか。 ASP の最初、うん、何でした。え、練習かな。練習でした。練習か、うん、そうなんです。大きいことはなく、なんか練習から始まった1年、うん、そうか、そうですね、うん、しっかり練習してましたね、うん、はい、うん、そんなこんなで新年早々ね、うん、潜在写真がね変わりました。変わった。そうなんですよ。いいね、かっこいいよ。めちゃ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 もう目に悪そうな、うん、あのねコントラストがすごすぎ、うん、いいよね、やばすぎな写真になりまして、インフルエンザの時に見る夢のようですね。本当にそう、本当にそう、ね、あの感じいいよね。私もう原色いっぱい入ってるのとかめっちゃ好きだから、うん、好きなの。かわいいよね。いい、あれいい、インパクトあるよ、ね、うん、見てみてください皆さん、うん、ぜひ。顔が割れて顔が出てきてます。そうです、すごいよ。そうそう、何に見える。顔が出てきてる。何に見えるって。私は普通にもうあのね、あれで普通に、私もあれに見えました。私もあれに見えた。私はあれだよ。なんだよあれって。あれだよね、やっぱね、うん、あれだよ。ファーストアルバムの感じ、うん、そうそうそう、パカッとなって感じ。パカッとなって帝王切開だもんな、ね、うちらは、うん、そう、あ、そうなの。帝王切開じゃない。ちょっと、どういう、そっか、そう、なるほどね、うん、オッケー。じゃあ、手を切開ってことで、はい、はい、そうです。 For Girls and Students from ASP がスタートいたしました、はい、パパパパパパ、女学生の皆さんに、ね、女性限定ライブと学生限定ライブがスタートいたしました、うんうん、柏からね、スタートしたわね。どう、やっぱ違くない。違う、感覚と思うと全然違う、ね、気も全然違うよね。違う、本当にそうなのよ。反応も違うね。まずは女の子からだったね。ね、拍手のね、うん、皮膚が薄い。そうなの、もうピチピチピチだもん。ほんと天ぷら揚げてる音なのよ。そうそうそう、もう天ぷらピチ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 って、うん、優しい音よね。可愛らしい音で、うん、いや、それはでも本当に女性も、うん、学生も、うん、ピチピチしてました。そうですね、若さもありけりって感じで。まあでもそうね、うん、本当にそう、初めの拍手から違うし、うんうん、やっぱりなんだかとっても、うん、なんだろうね、全然いつもと違うね。そうだね、いつもと、いつもいろんな人がいたんだなって。そうだね、本当にそう、うん、うん、なんだろう、何が違うんだろうね、いつもと。何が違うんだろう。学生はすごくなんか真剣に見てくれてたって、うん、ちゃんと曲を聴いてくれてる感じがあった。嬉しいよね、そういうのもね、うん、嬉しい。なかなかね、うん、もうこっち来れってよりもなんかこうね、そうそうそう、真剣に、ね、見てくれて、あったかい感じだよね。そう、嬉しかった、ありがたいですね。いや、面白い、いろんな見方があって素敵、うん、本当にどんな見方でも嬉しいのです、うん、ね、ね、未来ある若者、次は大阪。お前もの。ありがとう。次は大阪。次は大阪そう、はい。大阪の女性と学生も楽しみですね。楽しみ。どんな感じ？また違うのかな。確かに。地方によって地方の方々もまた違うのかなっていうのが普通に楽しみなの。うんうん、楽しみだ、うん。普段は結構場所によって違うけど。うん、うん、楽しみでございます。ね、うん。よろしく。お願いします。よろしく。よろしく。そして昨日からは。だかだんだんだ滑ってたね、ゆめかちゃん前説。はい、すみません、ミス。もうそれ忘れてる。前説何やったか、もうそれはもう本当にもう来ていただいた方の、思い出してください。もう滑ったね。もう摩擦して、摩擦して、人工エコーしてて、そうそうそう、今日はお越しくださり超滑ってました。いや、よかったよ。もう、
すごいね、2023年一発目にすごい滑って、いい出だしだね。そうだね、もういいよ、私も滑ってすごい速さでもうもうみんなのところにもうスライディングしてくる。みんな後ろで早くしろ、うん、早くしろ、早くあれ、早くあれ、早く巻いて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 最後だから先輩たちから何も、はい、そうですね、前説についてはちょっともう聞いてすらいなかったんじゃないかっていう感じられない。もう最後の方とかだからもう巻いて巻いてとか言われたからなんかもう何言ってんだか分かんないし全然ダメでした。はい、頑張ります、頑張ります、頑張ります。そんなこんなで始まりまして、はい、初めてのね初日だったんですよ、そうですよ、ウィーロックツアー、うん、初日にビッシュさんと豆柴の大群さんとご一緒させていただきました、うん、SP がマジでって感じだよね、うん、マジでって感じだったよね、うん、もう肩幅3ミリ、うん、そうそうそう、もうずっとこんな感じでさ動いてんの、うん、もう緊張しちゃって、緊張した、マジでした、うん、やばいよ、うん、でもいっぱいさ刺激受けたね、いやもう始まったって感じした、うんうんうん、そう、楽しかった、今年起きたって感じ、うん、去年さ、うん、それこそツインズはさ、うん、入ってすぐにさ、うんうんね、マックスさんに出たわけじゃ、うん、今年は全然違かった、やっぱ違かったよ、うん、楽しかった、楽しかったそれそうだよね、覚えてる、去年、去年はもう本当緊張しすぎて何も覚えてない、何も覚えてないね、頭真っ白だった、うん、よかった、じゃあ新しい気づきがたくさんありそうですね、そうだね、うん、いや本当にそう、やっぱり自分たちのさグループでしかやっぱこうずっとライブしてなかったじゃん、うん、だからなんかなるほどねみたいな感じでさ、うん、いろいろ思いますね、うん、豆柴の大群さんのさ、金さんと銀ちゃんさんそうだ、ちょっと待って、すごい時のさ方々みたいになっちゃうじゃん、金ちゃんと銀ちゃん、違う違う、わあその、うん、去年のツインズと同じ状況だったじゃん、ね、言ってあげて、ない、うん、違うな、モモチンゲールさん、モモチンゲールじゃない、モモチンゲールさんと、はい、レオナエンパイアさんごめんなさい、はい、っていうね、うん、梅島のタイガーさんの新メンバーがね、うん、入りましたね、入りました、超ゆめかさんが先輩風吹かせて、ね、ちょビュー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 、違う違う、言い方悪いのよ、違う違う、普通に可愛かったから声をかけたの、写真共有してましたね、やめて、うん、やめて、怖かったっす、写真共有って、うん、そんな、そんな声のトーンがいつもと違いました、違う、違くない、だってでいたらさ、もうコブみたいな、本当にあの新メンバーだから優しいの、私に会いたかったんですみたいに言ってくれて、ありがとうみたいな、そりゃないでしょ、まあ、3オクターブぐらいさ、うん、上がっちゃうね、あ、2人ともすごい可愛かった、うん、ずっとしゃべりたそうに見てたじゃん、ね、見つめてた、うん、でもダメだった、うん、じゃあちょっとあれだ、緊張した、緊張したから、歌もね上手で、すごいね、かっこよかった、すごいね、あんな大人数、そうだよ、それこそさ、うん、同じ立場だったってさ、さっき言ってたじゃん、うんうん、すごいと思いますよ、すごいと思いますすごいよね、うん、超堂々と、堂々とこうね、二足のわらかっていうのが本当にさ、二人肩上がりまくって首なかったもんね、ずっと、うんうん、ずっとね、これぐらいね、去年ね、いやでも、うん、最後にさ、うんうん、桃子さんと舞台上で一緒になってて、うん、その写真をね、うん、ツイッターで見かけたんだけど、うんうん、めちゃくちゃ肩上がってた、うん、あーめちゃくちゃ肩上がって直ってなかったか、うん、すごい上がった、上がっちゃうよ、上がっちゃうよね、うん、しっかり下げていきましょう、はい、はい、呼吸苦しくなりますからね、はい、そうなんだ、はい、あさってにもね、ワックツアー、うん、ファック渡辺ツアーですね、こちらは、うん、にも豆柴の大群さんとやらせていただきます。こちらは大阪です。大阪。楽しみ。そうなんですね、はい。そちらもぜひお待ちしております。ますうん、ぶち上げます。ね、ぶち上げ。ぶち上げます。どうしたそんな大きい声。そんな出たの大きい声が。ね、あれそれこそさ、さっきさ、桃子さんと一緒にいた写真見たとかさ、うん、言ってたけど、お話とかできた？できた、できた、なんか今日、なんか前回の放送、うんうん、ビッシュさんの生放送で、うん、桃子さんがツインズにお年玉をあげたいって言ってくれてたみたいよ、はい、お聞きしました本当に
そう言ったの。はい、うん、もう、うん、叫びましたね。嬉しかったね。嬉しいよね、うん、めちゃめちゃさ。え、他にはなんかお話ししたの？できた？え、うん、いや、でも、うん、あのこの前、うん、誕生日を、うん、あのツイッターで言ってくれたので。そうだそうだそうだ、あの、ありがとうございますと、うん、伝えられた、うん、よかったね。肩上がっちゃう。そうそうだね、上がっちゃうね。うん、なんか、ね、緊張しちゃう。優しい、ね、もっといっぱいおしゃべりしたいなと思ってる。いや、こっから始まったばっかだから、はい、ね、うん、頑張りましょう。ですから頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。こんな感じですかね。いい感じかな、うん、じゃあそれでは早速番組にメールが届いているので、はい、いつ読んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、何ネームだっけ。やらずものネームだよ。やらずものネーム、エリチンさん、ありがとうございます。エリチンさん、ゆめかちゃんに質問です。何ですか。今ピアスホール何個空いてますか。マジで、うん、特典会で直接聞けよって話ですが、うん、テンパって大体忘れます。今週末大阪でのファク渡辺ツアーと助言ライブ参加しますが、もちろん特典会おそらく質問が飛んでしまうと思われるのでぜひ教えてください。ここでね、いいね、私くしは、左に6個、うん、右に1個空いております。計7個です。へえ、そんな偏ってたんだ。そうだよ、なんかちょっと右って開けづらいのね、右利きだから。そうだから左にポスポス開けちゃうんだけど、ミドルでいつもポスポスポス、もっと増やしたいんですよ実は、うん、だけどもだんだんと耳の範囲がなくなってきて、皮膚がそうちっちゃいの耳が、可愛い、だからなんか開けられなくて、うん、ちょっと顔面さ進出したいんだけど。いいね、かっこいい。こことかこことかダメだよね。でもね、ことか変な汁出てきちゃうもん私。さっきも出てたもんね。違う、やめてよ。お先もさっきもさっきも控え室でなんか口拭いてるなと思ったらニキビ汁ねえ、また減るかなあの人が。やがち、汁でかちとか言わないで、汁でかち、汁出てるから絞り出して絞り出してあと残っちゃうからね。はい、こんな感じでメールも読んでいきますから、はい、うん、メールの宛先はこちら SSP 大丈夫か、もう一回言ってみよう、せーの ASP at fmfuji.jpASP アットマーク FMFUJI.JP、 皆さんからのメールお待ちしてます。待ってます。番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグレディオ ASP です。レディオは小文字で ASP は大文字ですからね、うん、放送を聞きながらたくさんつぶやいてください。お願いします。そして今夜のテーマはこちら、これだけは負けねーさて今日は1月の11日ということで1が3つ並んでますね。はい、そうですね。そこでならず者が他の人には絶対に負けねえぞと思うことを教えてください。ガチなことでもいいし気持ちの問題でも大丈夫です。ただしワックメンバーに対しては読みません。わかりました。あら、うん、はい、ちなみに、ちなむと、うん、ちなみに ASP のマネージャーF さんは、はいはい、お尻が好きなことに関しては誰にも負けねえだそうです。はいはい、あーすごいですね。気をつけてください、皆さん逃げてください。お尻向けちゃダメですよ。皆さん逃げてください。絶対に向けないでください。はい、はい、それではメールが届いているので早速読んでいきましょう。いけ、ならず者ネーム、しびれはけんすけ、シベリアケンスケ、ありがとう、ありがとうございます。僕は誰にも気づかれずにおならをすることを関しては誰にも負けません。どういうことだよ。それはいいよ。高校生の時先生に説教されている最中に、うん、おならが出てこっぴどく怒られて以来訓練を重ね音を消す技術はもちろん生活音におならを曲げさせることもできます。職場でもよくしますが誰にも気づかってません。すごいわ、やば、それはいい、すごいね。以来訓練を重ねってやばい訓練ってなんで訓練、やっぱ肛門じゃない
ね、大丈夫あ締めたりとか緩めたりとかするんだよね。五感ギャップだと思うよ。この空間に合わせて、そうかそうか、そうだよね。してるんでしょ。肛門だけじゃ絶対ダメだよね。うん、目耳鼻口すごい体の感覚を研ぎ澄ませて、ね、今だ、うん、みたいな感じ。おもろい。これは自慢した方がいいよマジ、ね、うん、いいと思います。誇りに思ってください。こんなにテンション上がるのうちらから。本当だよね。面白いもん。教えてほしい。特典会とかにも絶対隙与えないようにしよう。あ、うん、もう絶対お見せしますよ。もライブとかには来たことあるのかな。いやー、ね、SP の曲でもあるんじゃない。おならできそうな曲ポイント。嬉しいからさ、すばらしい。上がった瞬間にベイト&ウエストの絶対ここでぶすごいな。すごいこの人、ね、かっこいい。最高。かっこいいね。かっこいいです。かっこいい。尊敬いたします。はい、ありがとう、はい、ありがとう。次いきます。はい、ならず者ネームテンさん、ありがとうございます。自分は汗をかく量が半端ないです。下手したらおしっこより出てる量が多い気すらします、うん、夏はもちろんのこと雪が降る寒い日でさえ黒い服を着ていると生地に白い地図が描かれる始末です。恥ずかしい。ほらマジで、あらあら、代謝いいってことじゃない、うん、いいことなんじゃない。それは SP めちゃくちゃ代謝いいっすよ。そうなんだよ。みんな汗かいてる。あの、うん、練習するとさ、練習場がさ湿気で床がさ、そう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 、もうびちょびちょになるんだよね。一回汗かいてる。ちゃんが滑ったんだよ。いいの、それは言わなくていいよ。それは言わなくていい、別に、うん、そうだよね。そう、危ないの、うん、それぐらい汗かきます。でもちょっとなんかこれはね、うん、ちょっとスパルタだよね。うちはなんか冷房つけない、うん、そうそうそう、意味わかんないよね。冷房あんのにつけないの。暑い部屋でね。そう、男だよね、うちらは。男、本当にあれ何なんだろうね。男らしいから、うん、冷房つけずに。冷房つけずに、そうです、練習しております。はい、まあでもそうね、汗かかないよりかかく方が絶対いいから、うん、健康だしね。健康よ、いいですね、うん、負けねえ。 ASP も負けないよ。 ASP 負けねえですよ、うん、本当に、うん、びちょ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 対決しましょう。じゃあ本当に同じことよ、私と無理。大丈夫かな、なんかもうね、同じラジオに2人いるんだけど、同じ人が怖い、心配です。怖い怖い。違う、2人、2人、2人いるから結局2人以上喋ること2人2人いないの、4人呼ばれてる。まあいいや、はい、そんな感じで、はい、ここで1曲聴いていただきましょう。 ASP で日々これ今日もなり。あ、ごめんなさい。ASP が生放送でお送りしているピーキングストロベリーアンセム。さて、ここでは私たちの新年どのように過ごしたかを話していきましょう。はい、新年、うんうんうん、明けおめってことで、うん、ツインズ家は、ツインズ家はお家でゆっくり過ごしてましたよ、うん、あら、そうだよ。ゆっくりというのは猫と、あ、こたつ、猫とこたつに入んないんだけど、うん、猫を撫でてこたつに入って、うん、スマホいじってみたいな。うわー、一番いい。いいね、最高だった。え、猫ってこたつ入んないの。入んないよ。へえ、猫はこたつで、まあ、あれは嘘。そうだよ。すか、そうだ、ね、足臭いんじゃない。ちょっと否定できないか。自信持って大丈夫って言って。大丈夫、自信持って大丈夫って言って。理想の過ごし方だったね。うん、いいね。なんか食べたりした、お正月っぽいもの。うん、いえ、年越しそばとか食べてないの。食べました食べました。食べました。何食べたっけな。あ、でもカニ食べたよ。おー、いいね。カニ食べた。そう、カニ食べた。めっちゃ正月してんじゃん。急いでね、ちゃんと切ったんだよ。うわ、ね、さっき渋谷駅のさ、うん、なんか広告にカニいっぱい貼ってあって。マジで JR を食べたい、うん、カニいいよね。カニは食べた。いいじゃん。うん、いいでしょ。すっかり正月してんじゃん。みんなは、えー、夢か。そうだ、夢か、うん、夢かはじゃないよね。夢かは、あの、年越しは、うん、その名前ないさんと、うん、もうさ、もういいのよ、仕事以外どんな、
山田さんと過ごしましたの。そうですね。でもなんか今年あんまりなんか食べてなくて、あんま、うん、そう正月っぽいもの。そう、ね、そう、うん、でもね初夢ね見て、うん、何見た、なんかすごい変な妖怪みたいなのにずっと追いかけられる夢で、うん、でもいいらしくて。そうなの、追いかけられる夢、なんで新しい自分になれるんだって。やっぱ新年にふさわしい。私も調べたことある、なんか追いかけられる夢、うん、夢なんか占いみたいな、うん、違うなんか本当に追われてることがあるとそういう夢を見ちゃうんだって。ねえ、夢ない、ポジティブに捉えすぎ、夢ない、違う追われて新しい自分に追い込まれるってこと。いや違う、ね、何か切羽詰まってるから、詰まってるらしいですね。かわいそう、1月1日に夢を見ちゃうんです。あ、そう、はい、そうなんだ、はいはい、初夢じゃそういうことだったってこと。はい、嘘じゃん。ナイさんは、ナイさんはその、そうだね、カウントダウンはゆめかちゃんと一緒にいたんだけど、あれに行きました。何、箱根駅で。これマジすごいよね。すごい、マジすごい、お正月じゃん、めっちゃ、ね、いやでもね、エンジョイしてるじゃん。いや本当は行く予定なかったんだけど、うん、そのちょっと本当我慢で、めっちゃ好きなんよ、箱根駅伝。みんなごめん、超素敵、みんなごめん、うん、本当に好きで、うん、我慢できない、ちょっと2日、ちょごめんね、うん、あ、来てちゃう、駅伝オタクが来てるメーターがあるんですけど、その1日目を見たらちょっと本当に我慢できなくて、3日にちょっと予定あったんだけど、ちょ本当にごめん、本当に私はもう今日行きたい、うん、行きたいから今日はごめん行けないって言って、うん、ちょっとそれをあの予定をキャンセルして、うん、えぇー、ガチじゃん、本当に行っちゃって、ごめん、ごめん、すごいね、めっちゃガチじゃん、よかった、めっちゃよかった、めっちゃよかった、めっちゃよかった、へ、すごい、走ってる人が目の前にいるってことでしょ。いや、そうだよ、嬉しい、応援する、そう、頑張ってっていう、届かない、ね、そうなの、私ナイナイがここまでよかったって言ってるの、ね、嬉しい、いやでも本当に感動するんだよ、ただ早ければいいってもんじゃないの。あの本当にあの区間ごとに本当にコースも違くて、めちゃくちゃ頭を使うの。この2日間のためにみんな1年間頑張るのよ。あ、本当にもうちょっと誰かいないかな、できるオタクいるよ、絶対いるよ、絶対いるよ、すごいね、めちゃくちゃいいから。あ、そう、ドラマがあるんです、ね、ドラマ、すごいね、すごい、うん、ドラマを目に焼き付けて、本当ですか、いい新年を迎えましたね、よかった、なるほどなるほど。なんかさっきちらっと聞いたけど、うん、ついに初夢を見たんだって。はなんだっけ、なんだっけ、私見た、マチルダ見たんだけど、うん、あの銃持ってた、銃大丈夫、それ銃大丈夫の話、それ銃持ってた、それであの、うん、なんか それ銃以外のことあんまり覚えてないんだけど、うん、髪の毛を緑に染めてあら、すごい、緑に染めてたの、ジョーカー、うん、ねえ、あんたジョーカーみたいじゃないの。あ、確かに、え、でもジョーカー見てないよ、見てないか、うん、銃だけ覚えてる。で、髪が緑で、なんか銃持ってた気がする。大丈夫、なんかマサ夢になんないよね。いや、大丈夫だよ。大丈夫ね。うん。楽しかったし。緑にしたらちょっと気をつけよう。うん、オッケー。あー、気をつけるわ。ね、する前に止めなきゃか。うん。撃たれちゃうので、ね、うん、気をつけます。はい。あれ、音か、うん、見てないの。私ね、見てないからね、うん、あの、最近見た夢だと、あの、最近見た夢の話してくれるの、ありがとう。全裸で空飛んだ夢、うん、え、すごい、みんなで飛んだんだよ、みんな、えっ、スピードみんな、やめて、全裸で、すごいじゃん、あのね、そりゃ快感だね。お家の空を飛んだ、お家の近くの空、そうだよ、お家の近くの空を、どこ、いや言えないけど、みんなで飛んだ、あ、みんなで全裸でツインズ家のお家の空を飛んだ、そう、飛んだ、夢を見た、はい、すごいな、開放的だったよ、やっぱり、楽しそう、全裸も謝っていい感じでした、すごいね、まあ生命にならないようにしようね。こちらもじゃあ全裸になったら止めなきゃ、そうだね、全裸になったら止めよう、うん、そうだね、ツインズ家の近くで全裸にはならないようにしましょう、うん、はい、おい、それではここで一曲聴いてください。 SP でいつでもだっけ。ASP が生放送でお送りしているピーキングストロベリーアンセム、さて今日はならず者の皆さんにこれだけは負けねえを聞いていますが、ここで私たちのこれだけは負けねえを発表していきます。はい、では早速ウォンカツインズさんの、はい、負けねえを教えてください。はい、あ、あ、そう
そうでした。ごめんなさい。はい、はい、ワンカーツインズの負けねえはドドン、私がパフェ大好き女だ。大丈夫、大丈夫、マチルダ負けてない、負けてない、ダメ、正さない、負けない、ほんと。あら、うん、本当に負けない、絶対負けないもん、イメージあるかも、食べてるパフェ、うん、確かに ね、 ね、そうだよ、うん、あのね、最近も食べた、うん、何パフェ、イチゴ、イチゴ食べたね、うん、言ってた、言ってたでしょ、うん、そう言ったの、デニーズ、そう、デニーズ、うんうんうん、めっちゃ食べてるか、ね、確かに、あのこの前はね、あのモグちゃんにね、うんうん、いいとこのパフェ作れてってもらったんだ。ね、よかったね、それ聞いたよ、嬉しかったねえ、あのここはいいとこだから汚く食べんじゃねえよって言われて、結構綺麗がいる場所、そう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 、うんね、そう、フルーツのが売りにしてるいいとこ連れてってもらって、すごいね、ありがとうって言って、そう、綺麗に食べた、綺麗に食べました、大丈夫、変なこと言ってない、言ってない、なかった、なかった、なかった、大丈夫、そう、そうなんだ、うん、何パフェが一番好き、いちご。いや、いちごなんだ、シャインマスカットじゃないの、ね、確かにシャインマスカット好きだけど、うん、やば、もう推し編、あのね、マチルダにね、シャインマスカットを私のだから取るんじゃねえって言われた。あ、ごめんなさいって言って下がっちゃったの。あ、じゃあ私 これからあのいちごキャラでいきます。いちごキャラでいきますとかあるんだ。あるよ、の中で。そう、同じものをなんかパクってくるのやめようっていう話になって、この前拒否、そう、そうそうそう、なんかウォンカーツインズはお寿司ポーズにあるじゃん、うん、私が前その特典会でお寿司やったらマジで怒ってきて、私がお寿司だから取らないでくんないって結構そういうのあるんだよって思って、結構そういうのあるんだよ、やっぱ楽しかったもん、怒ってたよ、え、前行ったよね、なんで取ったの、でも本当に前行ったもん、でも取ったもん、それおかしいと思った、ごめんなさい、もっといけ、いいな、もうごめんなさい、やった、もう、はい、喧嘩しないで。じゃあ続いてマチルダツインズ、はい、そんなお姉さん、はい、マチルダツインズさんの負けねえを教えてください。はい、はい、マチルダツインズの負けねえは妹への愛。ウォンカ以外に行ったっけ妹。いや、いや絶対、嘘じゃん、絶対負けないから。私はあのだってあの子宮だって同じ子宮に生まれてるんですよ。ちょっと怖い。だからさっきあんなに悪口言ってた、そうだよ、それは嫌なんだけど、うん、でもあのさ、うん、なんかさ、あれだったじゃん、中学校の時さ、ウォンカーツインズのことを好きな、うんうん、あのクラスメートがいたので、はいはい、何なんだと思って、うん、だって私は、うん、この数十年間を共にしてきて、うん、子宮も一緒にいたのに、うん、なんで、うん、その ただのその1年か2年間だけで、うん、この人が好きって思うんだろうって思って、え、それは違うじゃないかと思って、ダメダメダメ、本当にやばかったよ、え、おかしいと思って、うんうん、その人のことをいっぱい睨んでた。すごいね。すごい。うん。どっちも怖かったよ。どっちも怖かったけど、どっちも怖かったけど、ちょっと譲れないって思った。私のウォンカーは譲れない。メンバーにもさ、うん、思ってない。思ってないよ、それは。それは違うんだ。うん、なんかね、うん、男っていうかその、なんか恋愛ってなるとなんか、え、何それさ、解決心みたいなってことだよね。そうそう、そうだと思う。戦っちゃうの、私は負けないみたいな。そう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 。ああ、私の妹は。そうそう。何をしてるんだろうと思っちゃう。だってずっと一緒にいるじゃん。子宮までずっと一緒にいるじゃん。うん、ってことだよ。逆に文句はどうなの？私は別にはもう思わないよ。思わないの？うん。あの、幸せだったらそれでいいんじゃないですかっていうマインドだから。なんでだろう、やばいね、うん、ちょっと愛重すぎる。そう、重すぎるのかもしれない、うん、でもさ、そうなんだ、うん、初めて聞いた、そんなこと。え、そう、え、意外じゃない、何が感じる、愛重みたいな、え、たまに感じる。あ、そうだったんだ。でも、うん、分かんない、比べることじゃないかもしれないけど、うんうん、確かにマチルダの方が出すね、そういうの。あ、うん、あ、そうなんだ、無意識、うん、文化好きって、うん、へえ、おもろいね。好き好き好き
きじゃない、なんだ、わからない。いや、うん、わかるよ、わかる。うん、そうだね。兄弟愛みたいな。そう、家族にしかわかんないと思う、これは。強いんだと思う、きっと。面白いね。やばいじゃん。やばいよ。本当は双子じゃないのね。あれ。大業。え、じゃあ名前ないさんの娘を、はい、名前ないさん。名前ないさん。はい。はい。あ、待って待って。ん？あ、いいのか。あ、大丈夫だった。合ってた合ってた。はい。名前ないさんの負けねえを教えてください。名前ない。大丈夫。負けねえは。うん。なんもない。なんもない。というの？いや、私本当に趣味とか特技が本当になくて、うん、さっき駅伝のこととかもちょっと話してたけど、うん、いや私より好きな人いるんで、ね、そうとか考えるとまあそうネガなんだけど、いいね、うん、本当になんか飽き性っていうのもあるしね、はいはいはい、本当趣味 SP みたいな、うわーかっけーテンションかっけーありがたいですよね、ボケたんだけど、趣味 SP。 いや、そうそうそう、職業 ESP。 いや、職業 ESP。 でもさ、ないや、いい言い方したら、なんもねえが誰にも負けねえだよ。そうだよ、負けない、ね、なかなかないもんね、そこまで、それはすごい。いや、でもそうだよね、ドハマりってむずいよね。むずいね、なんだかさ、でも結構いろんなこと考えちゃうの、うん、何か好きって言ったら、うん、そのビジネスになってる人とかもさ、いるわけじゃん、うちのファンのマイコナちゃんみたいな、なんだ、で最悪今さ、なんか、うん、私夢かなんかなって言うんだけどさ、うん、言ってない、言ってないよ、結構覚悟が必要なの、確かに、ね、確かに辛そうじゃん、ビジネスねえし、確かになんか辛そうだね、ちげえからマジでしんどそう、やめてしんどそうとか言わないで、ほんとずっと演じてパフェキャラも厳しくなるから、ゆめかさんはパフェキャラ、ちょっといいんですか、うん、気になる、じゃあラスト、ゆめかなあかの、うん、あ、もうほら書かれてるもん、神田愛以外で負けねえは服の数おお、最高よ、服持ってるよね、そう、毎日さ、毎日さ、うん、決めるのに時間がかかる、うん、もうそれぐらいいっぱい買っちゃう、もうすぐときめいちゃうのおー、いいことだよ、この服も可愛いって、でもね、うん、ちょっとね、これはさっとさ、うん、危ない、音楽とかもそうなの、これもかっこいい、これもかっこいいみたいな、うんうん、危ない、え、全然いいじゃん、いろんな趣味ができてしまう、いい、ああ、こうやってこう侵食系ってことですか、そうだよ、いいじゃん、だからそう、私もでもなんか、うんうん、そのドハマりみたいなのが、うん、本当にパンダ以外にないから、うん、だからね、もう執着しちゃってんの何があっても、うん、あのお菓子とかも、うん、なんかその、うん、迷ったらもうパンダが書いてあるやつとか、うん、これなんか苦しめてんじゃん、苦しくない、苦しめてるよ、やばい、ほんとに助け求めてたよね今、うん、パンダにしなきゃ、パンダにしなきゃって思ってた、うん、思ってんのよ、多分知らないうちに、違う、チーガにしなきゃっていう、パンダじゃないとっていう思ってるんだ、違う、服がね、多いでしょ、うん、さあ、そう、服が多い、うん、でも散らかってるし、うん、もう置ける場所ないから、うん、そう、負けねえって言うときながらもう自信を持って負けねえって方じゃなくて、うん、もうなんか多すぎるから、うん、ま、負けてくれって感じ、うん、それは負けてくれみたいなとこある、うん、もう、はい、はい、メール買います、はい、買います、はい、それではここで1曲聴いてください、はい、ASP で I want let you goASP が生放送でお送りしているピーキングストロベリーアンセム。では、ここからはメール、テーマメール。これだけは負けねえよ、読んでいきまーす。はい、まず、ならずものネーム、ナナナちゃん。ありがとうございます。ありがとう。貯金のなさ、てんてんてん。いや、それだけ？どう？本当に？貯金のなさ。一等賞ですか？いや、本当に。本当に。本当に一等賞？うん。本当に一等賞？ねえ、ナナナちゃん。私も負けないよ、貯金のなさ。使っちゃうからね。うちも。頑張ろう、頑張ろう。貯金してこう。貯金したい、貯金してこうな、一緒にな。頑張ろうな。はい、頑張ろうな。次、じゃあ、もうさ。はい、次。ならずものネーム、とっくんさん。ありがとうございます。ありがとう。これだけは負けねえことは、ティラミス愛です。あ、私？あれ？なんかないでしょ？あれ？大丈夫？
レストランのメニューにあったら必ず食べるし、好きすぎてたまに自分で作ったりしてます。すごい、スイーツ男子いいですよね。うわ素敵、すげえ好き。いや負ける負けるけど、うん、めっちゃ好き。わかる。てかそうじゃん、カズレ愛負けなくの。あそう、いや好きだよ、好きくないもん。あ飽きた、もう好き。早早すいません。カズレさんすごいね、うん、私もトイレよしでめっちゃ好き。トイレッシュ3日前のね朝に食べた。3日前。あとね、私もね自分で作ったことあるよ、ティラミス。おお、うん、ね、ナチュラルさん、ね、そうだよ、おいしいよね、うん、マスカルポーネもこうやってさ、そうそうそう、え、すごい、マスカルポーネとか言うよ。そうだよ、そうだよ、知らなかったでしょ。すごい。でも私もあの、うん、おすすめのお店聞いた、ティラミスのモグさんに。モグさん聞いてる。モグさん、モグさん教えてね。好き、私も。オッケー。お次、ならずものネームチータンさん、ありがとう、ありがとう。私のこれだけは負けねえはマヨネーズを使うようです。マヨラーだ、わかる、マヨラーだ、マヨラーだってよ。マヨラーで何でも使ってしまい、最近ではラーメンにも入れるようになりました。すごいね、すごい、もう負けてるわ。負けた、うん、負けた、すごい、すごいね。マジでも今日白米にマヨめっちゃかけて食べる。美味しいの？え、大好きなの。それだけ、え、それだけ、うん、そうだよ、え、それだけ、マヨネーズだけ、え、すごい。でもラーメンちょっとさすがに厳しい。ラーメンは、ラーメンは入れないな。ラーメンここじゃない、ラーメン入れちょっと入れてみますね、うん、何ラーメンかによるの。え、確かに味噌とかでも合いそうだもんね。そういうだったら許さないよ。あー味噌言ってくださいね。はい、ラーメンゲスト、はい、行きましょう。ならずものネームリオちゃん、ありがとうございます。私のこれだけは負けねえは朝の支度の早さです。限界まで寝ていたいので、シャワーから化粧込みで10分で終わらせます、うん、すげー、女性の中では早いんじゃないでしょうか。やばいよね、うん、またすごいね、すご、坊主やばい、ほんとそう。シャワーから化粧で10分でしょ、うん、でも私化粧3分で終わらせれるよ。あ、早いね、あ、めっちゃ早いよ、ね、ほんとに、うん、負けない、やばいね、10分はやばい。え、髪とか乾かす、乾かしてる時間に何かする、ね、こういうことか、二刀流みたいな。すごい、すごい、左手にドライヤーと右手にファンデーション、うん、確かにそうかもしれない、いいね、かっこいい、すげえな、教えてください、ぜひ、え、教えてほしい、うん、動画撮って、うん、モーニングルーティーン。いいじゃん。はい、お次はならずものね、マサさん、ありがとうございます。ありがとう、マサ。今夜のメールテーマ、これだけは負けないですが、僕は友達のものを買いだら誰のものか当てられる、いるわ、です。部活で忘れ物や誰のものかわからないものがあった時に匂いを嗅げば絶対に誰のか当てられます。いたよね、でもこういう子いる、いる、いるよ。なになになに、どうした。いや、私も当てられました。私もダメじゃんって、わからない、自分助けて。でしょ、無理やん。いや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 、いるから本当に、うん、嗅覚いい子。いや、そうだね、うん、いるよ、相当すごい優れてるのかな、ね、うん、もう、え、友達の匂いをもう頭 に認知してるってことよね、つまり、うん、こいつはこういうフレーバー、いるじゃん、フレーバー、こういうフレーバーみたいな。ね、すごいね、鼻がいいな、ね、え、私の鼻炎だからちょっとあの、うん、羨ましい。鼻炎すごいね。 ASP 大衆しなくない、本当に、うん、みんな、うん、え、ないないでもしないって言うの。え、うん、あ、そうなんだ。え、それないな、鼻いいからさ、うん、絶対嗅いで分かるんだろうなって思ってたの、ね、私、うん、鼻詰まってるから、夢がだから分かんないのかと思ってた、うん、いや、エスピー多分しないよね、うん、本当に、私あんま感じたことないよ、そんな、自分のぐらいしかないよ。多分自分は嗅いでるなって思って、でもないない、いい匂いだ。ちょっと意味わかんないエンディングになっちゃった。あー、そんなこんなでエンディングのお時間でございますね。ガールズガールズガールズフルブーストピーキングストロベリーアンセムエンディングのお時間になってしまいましたが、一番って難しいね、難しい、うん、胸張って一番って言えるものって難しいね、難しいね、うん、難しい、ちょっと研ぎ澄ませて生きていこうかな、そうですね、2023、うんうん、そんな感じです、うん、はい、そしてSP、うん、お知らせ、お知らせ、お知らせ、
お知らせ、お知らせ、お知らせと言いますと、はい、そうですね、はい、んでも、うん、あれじゃない、We Will Rock You ツアーと、うん、あとワック渡辺ツアー、こちらがですね、ワックの所属メンバー全員、うんうんうん、あ、もう全員じゃないか、ルーティーンでね、こう回って、はい、回らせていただいてます、はい、ファック渡辺ツアーと We Will Rock You ツアー、はい、こちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいです、はい、2日後のね、あの大阪には豆柴の大群さんと ASP でやらせていただけますので、はいはい、こちらぜひお越しください、はい、そして、うん、ASP 先ほども言わせていただきました、うん、上級限定ライブ、そして学生限定ライブをやっております。フォーガール&スチューデントフロム ASP が、はい、はい、こちらもね、そうだね、透明版プラス、埼玉と仙台、千葉でした、さようでございます。え、埼玉、千葉、埼玉、あ、本当に乗りますね、 OK です。あ、はい、そしてこの後夜9時からは四千頭身さんの四千ミルクです。来週のアタックオブザキラービッシュは生放送でお届けいたします。それでは背景ロックスターさんも聞きながらお別れです。お相手は夢かなあかなと、お前ナイト、マチルダツインズと、モカツインズでした。じゃあマチルダ、最後に一言お願いします、はい、え、ジュンダカベラリンちゃん。